激しくディフェンスに行きます。ハンドオフでハミルトン、スイッチしています。信州のディフェンス、打ってきたスリーポイント決めます。先制点、左決めてきました。1本目から入りましたね。スイッチして、プレッシャーをかけていきたいところですね。はい、まあ、信州はリーグ全体で2位の失点の少なさなんですけれども、こういう個人技があります。さすがですね。なると彼がゲームを作ってくるでしょうね。はい、カリマタフェンスリバウンドを残しに行こうという動きは、あとこれが取れるとかなり有利かなというふうに思いますね。はい、さあマーシャルフェイク入れて自ら入れてきました。フローター気味に2ポイントを決めてきました。ウェインマーシャル7ポイント目、柔らかいですね。ゴール近辺に今5人いましたから、はい、簡単にはあそこで、得点をさせないぞという石山、どうやってシュートに行けるか。ジャンパー、2ポイント決めていきました。ハミルトン仕掛けていきます。フェイダウェイ、いや決めます。そうですね、交代してすぐですからね。さすがですね、アグレッシブにできると思うんですけども、まあ、あとディフェンスのところでファールこれしてしまうと アウトですからね。そうですね、なのでそこの部分が難しい、シガとしてはすごく難しいかなと。マンツーマンで守っていれば、この今の出ているメンバーであれば、さあハミルトン3ポイント、うわ決まる、素晴らしい、素晴らしいですね。選手ということが本当に分かりますよね。信州としてはハミルトンショットクロック5秒43、いや素晴らしい、素晴らしいですね。滋賀のディフェンス変わりますね、マンツーマンになりましたね。おー山本決め切った。そうですね、3ポイントでしかもファールももらいましたね。またどういう風に追い上げていくか、山本がついている、決めてきた、素晴らしいですね。これ滋賀どういう攻撃パターンになるか、またこれ晴山スリー来ました。ここで晴山スリー、よく入れましたね。最後得点なるかどうか、あっと得点できない、会場からは悲鳴、ただお互いにお付き合い、そしてこれはどうだ。ここのリバウンドは野本が抑えました。滋賀の攻撃、さあ晴山逆転、いいですね。西山からマクヘンリー、山本からゴール下のマーシャル飛ばして入れます。いいですね、信州としてはしっかりとディフェンスを動かして。